やっほー、こんにちは、さきこです。東京でボーカルトレーナーやっております。レッスンの申し込みは下の概要欄のホームページからお願いします。はい、ということで今日はブレイブガールズのチマパランを皆さんと一緒に見ていきながら歌声分析していきたいと思います。いや、もうね、本当にやっとできる。もうなんかすごいさ、 K-POP って超流れが早いからどんどん新曲出てくるわけ。全部取り上げることなんて絶対できないんだけど、でもね、ブレイブガールズに関してはマジで取り上げたかったし、楽曲がマジで最高なの、本当に。そう、でも1ヶ月ぐらい前の曲なんですけれども、もう本当このままいくと夏が終わると思って今急いで撮ってます。お願いします。夏じゃん、可愛いよ、可愛いんだよ。夏だね。もう良くない？え、もう良くない？ティノレヌンネスタイリア、ブレイブサウンド、いや、ついていきます。楽しい。は？楽しい。あ、もう聞いてるだけでぶち上がるんだけど、どうする？はい、神曲。はい、神曲です。ユージョンシー。マジで可愛い。マジで可愛いの。ほんと無理。ナンピーチェ。いいです。いやー！ネゲ、rolling in the deep。ねえ、やりたいじゃん、これ。やりたいよね。いいね。トゥンタラン、ワッツンタラララってこう、ハッ、ハッ、ハッってこの音を使って、すごいこう弾けるような感じ、とっても素敵じゃない？ I'll get away! このビブラート。うわっ、なんもいい、なんもいいぞ。なんどん、なん、なん、ワン、ワン、うんって、このちょっとグルンって初速を利用して、少し声を揺らすような、なんだーっていう、このニュアンスがね、めっちゃかっこいいんだ。ビブラートからのこのアクションね、めっちゃかっこいいよ。からのこのさ、もうブレイブガールズの声と言ったら、こちら、ミニョン氏でございます。はい、私と同い年でございます。ありがとうございます。結構アクセントとかも立たせながらパキパキ歌ってますね。ってこのこのコーの時にあーってビブラート入れてるのがとても素敵。Call me desperado。Call me desperado。かっこいい。気が詰まってる。このさ、ミニョンの声やばくない？本当に独特のさ、もうなんかザ個性っていう、本当に羨ましい声だよね。うん、このね、音がすごい特徴的なんだよね、ミニョンって。このラの音かな、すごいね、独特な雰囲気だよね。サランサラン、かわいいんだけど。チャラン、もうなんか韓国語いいね、羨ましくない？まあ日本語にもあるか、あ、日本語もバカにできないよ。
なんかさ、嬉しくなっちゃう、私。なんか、このさ、なんだろう、ちょっとブレイブガールズの楽曲ってさ、なんかいい意味で、ちょっと昔っぽいっていうか、最近のテイストよりかは、もうちょっと前のさ、今ちょうどさ、20代真ん中から後半ぐらいの子たちがすげえなんか多分、ギャーってなりそうな曲じゃない？私はなってる、ちなみに。このさ、このユジョンのさ、口閉じて笑うのたまんなくない？かわいい。かわいいです。同い年です。え、無理。かわいい。エモすぎ。 For your baby, For your baby, Not a baby. このベイの速さね。誰もってんな。いいね。素敵じゃない。なるのかここね。はいはいはい。プリオヌプラムアドレッチュゴー。あーん、あーん。ここでさ、あーななな、まるな、ちょっと優しくなるね。からのミヨンシー。おー、なんちゃわー。もくそりがチーゴや。チグン。ダンダランダラチグンダンダラ。モラドって、ウンジ、ウンジもさ、可愛いんだよね。お目目クリクリなのよ。あるなら持ってる。この上から撮る音がすごくわかりやすく聞こえるよ。夏が私を呼んでる。バラーってこう、あーって取るね、音をね。あ、でもね、二つで取るけど、柔らかく取ってるな。バラー、あ、あんまり二つでは取ってない。むしろこう、つなげて取ってるね。イエーイ。エモい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 。もう来るじゃん、エモいの来るじゃん。ほら、こうやって落として最後にぶち上げるんでしょうね。え、メロディー無理。バーマンペンナーらへんがちょっとマジで無理。こんな感じでシャクってシャクって上から取るよ。おおとけ、ポストイット。おとけ、なんだって、やべえじゃん。こうWhat? やばくない？ We're just falling in love.中も素敵なのよね。Oh baby baby, what? ねえ、可愛いが溢れてる。夏が来るよ、みんな。
はい、お疲れ様でした。皆さんいかがでしたでしょうか。いや、マジ夏来る、マジ夏来る。いや、でも来てる、うん、来てるね。マジうちらの夏これからだからね、ほんと、うん、って感じ。本当にそういう気分にさせてくれたっていうか、てかさ、もうみんなでさイエーとかやってる時に本当にとんでもない子をぶち込んでくるあたりね、マジ G5 上のその音ね、うん、とんでもねえから、マジで本当に死ぬかと思ったけど、でも楽曲はマジで最高だし、それを歌いこなすブレイブガールズのメンバーもマジで最高。